千葉県にいて。ああ千葉で使えなくなった、はい、もうぼちぼち地元に戻る、はい、これ終わって、うん、そのままあの名古屋からのフェリーで、うん、まず仙台まで行って、うん、で仙台から青森まで車で行って、うん、で青森から岩手までフェリーで行くっていう、はい、長旅ですいやもう本気出せば行けるんですけど、はい、青森まででもちょっと距離が1200キロ弱ぐらいあって最終便ちょっとそこまで行くのそうですね酷だなと思う考えられて 何日かけてあるんですか1日で一応、最終日の夜7時に出航してでその次の日の夕方の5時ぐらいに着くんですけどまず仙台に、はいはい、でそこから多分4時間5時間ぐらいかけて青森まで行ってそしてそこから3時間40分かけて函館までフェリーで行く外国ですか外国ですいや討議論最後はまさかちょっと遠くなるとはようこそお越しくださいいつもちょっと北上してそのまま帰るみたいな感じなんですけど岩手平ぐらいは良かったですそうですそれ最高ですね逆方向になってしまいました、はいせっかく来たからいい成績取っていかれたのとそうですね明日コメントどう出したんですかは相川くんの、3番手 で、はい、コメント出しました、まあ、塚さんも番手回れているんであそうですか、はい、塚さんとも連携何度もあるんでじゃあ相川さんも後ろにあの北日本が作ってるんですねそうですあそういうことですね、はい、分かりました